んちゃん、よせさん、おかえりなさい。よく見てもらいましたか。はい、うん、あのね、うん、あれよ、うん、血液の先生ね、見て、はい、今度はね、12月、いくんちに行こう。うん、そう、うん、うん、ヨーグルトさん、いつもありがとう。よせさん、こんにちは。ナイスしましたって、ありがとう。風船さん、こう、ありがとうね、ありがとう。うん、こんなのにゃんこちゃん、かわいいでしょ。ね、よかったね、ね、うん、ヨーグルトさん、いつもナイス、ありがとう、ありがとうね、うん、ちぼちゃん、よせさん、病院お疲れ様、ナイスしたよって、ありがとうございます、ありがとう、皆さん、ありがとう。リカちゃん、お医者さん、頑張って行ったんで、そう、昨日ね、2時半に寝た、うん、早く寝ようと思ったけど、2時半になっちゃったんよ。ほいで、お医者さんね、行くのに、2時半、3時半、4時半、5時半、6時半、7時半、8時に起きたから5時間半。でも5時間半眠れればね、そう、ののんちゃん、ガーネットプレゼントって、ありがとうございます。1月の、ありがとうございます。ありがとう。すみれさん、おはよう。ナイスポチって、ありがとう、すみれちゃん。ありがとうございます。はい、今日はさ、雨降らないでよかったね、曇りだけどね、なんか20度ね、温度がね、そう、ありがとうね、一人で行ったんよ、慎吾来てくんなかった、言ったら、うん、ちぼちゃん、アイテムって、あ、パチパチってね、あ、すみれちゃん、ありがとう、ナイスポチって、ありがとうね、みほみほちゃん、あ、ちぼちゃん、パチパチ、みほみほちゃん、よせさん、こんにちはってね、ペーキナイスポチっていつもありがとうございます。みほみほちゃん、ありがとうございます、ありがとうね。さわやかちゃん、ちんご車出してくれたら助かるね、うん、ちんごの車汚くてダメだわ、さわやかちゃんね、ありがとうね、汚くて乗れねえよ、うん、ハムちゃん、お疲れ様ですって、ありがとうございます。風船にこう、ありがとうございます。ありがとうね。あゆみちゃん、よせさん、お疲れ様。一人で行った。そう、一人だよ。うん。あのね、送迎の人がいるのよ。みんな世話焼いてくれる。うん。あのね、診察券もね、出してくれる。うん、送迎の人がね。そう、みんな親切よ。ね。うん、慎吾来ないんだもん、言っても、ゆんちゃん、よせさん、ナイスポチーって、ありがとうございます、ありがとう。うせんさん、こう、ありがとうございます、ありがとう。ののんちゃん、あいはらさんだーって、そう、あい、あれね、あいつね、納豆ご飯食ったみてよ、おいでさ、これたこ焼き3つ食われちゃった、さっきね、3つじゃ足んないよ、私朝も昼も食ってない、食わないで行った。3つじゃ足らないよね、私ね。だからさ、餅焼いた。今餅、うん、餅を焼いたの。そう。ね、だったらないでしょ、3つじゃね。うん、そう。うん、こちら。愛しのアンナちゃん。よせさん、待ってたわ。悪いけど、ありがとうございます。ありがとう。さわやかちゃん。そうやるなんて、ちんごいらないね。どんどん出てけたって、そうだよ。そうだよ。ほいで帰ってきてさ、私の用ばっかりよ。帰ってきてさ、自分まだご飯食わねえんでさ、ペットボトルいつになっても打ち上がらねえから、うん、あの町のね、とこに打ち上がれるんだって。だからね、ラベル剥がしてね、あの、ね、蓋を取ってね、うん、きれいにして、そうすればね、持ってっておけるんだってよ。いつになってもうちゃらないから、困るよね。うん、みほちゃん、よせさん、病院、お疲れ様って、ありがとう。ナイスポチって、ありがとうございます。病院ってさ、待つ時間が長くてね、そうね。だってさ、9時に行ってでしょ、自分の番来たんは遅かったよ。ね。うん、本当だよね。ミントさん、こんにちは。ナイスポチって、いつもありがとうございます。
ミントさん、風船ありがとうございます。ありがとうございます。あゆみちゃん、お餅固くないうち食べてくださいね。ありがとう。はい、ありがとうね、あゆみちゃん。こちら、草取さん、よせさん、こんにちは。ナイスしました。ありがとうございます。ありがとう。カロリーさん、たこ焼き。そう。慎吾作ってくれたんだけどさ、おじいさん3つ食われて、3つじゃ足らないよね、私。朝から何も食ってない。うん、今日ご飯食わないでね、行ったのよ。ね。あ、慎吾さん、京都雨降ってるよ。そうなん。うん、20度。うん。こっちも20度よ、慎吾さん。うん。雨は降ってない。うん。さわやかちゃん、あいやら、食欲かなり出てきるね。お酒は欲しがらないな。そうだよ。うん。そう。食欲出てきたね。納豆ご飯食べたみてよ。うん。おいでたこ焼きに作って、お餅も食うって言ったら一つでいいつか。食欲出てきたね。うん。ゆみちゃん、病院お疲れ様。ありがとうございます。ほっとしますね。そうです。うん。今度はね、12月になる。行くのはね。そう。よかったよね。ほんとね。あ、何？ガキ、なんだっけ？ガキ大将さん、よせさん、もち、喉に詰まらせないよ。気をつけてね。って、ありがとうございます。ありがとう。そうだね。美味しいけどね。あきちゃん、定期検査ですか。うん、そうね、あの血液の検査、うん、ここまた血取ってさ、うん、どのぐらい増えてるっつの見るんじゃない。ここね、うん、あれよ、血管が細いからいつもね、うん、このぐらい血取られるから、なんか血もったいねえな、血が少ねえからね、うん、でもレバーも食べたしね。そうね、すみれちゃん、今実家に向かってるよ。よせさん、この隣町だ。え、そうなん、うち隣町、うん、こっちの方なん。そうなん、うん、近いんだね。そう、実家行ってる、いいね、実家、うん、実家に帰ってくるっていいよね。そうね、隣町、ほんと、すみれさん、お母さんと過ごすよ。いいね、うん、お母さんとね、うん、親孝行だね。そうね、うん、お母さん喜ぶよね。いいね、うん、私もね、私はずっと実家にここにいるから、お嫁に行かないからね、うん、いいね、お母さんとね、うん、私も、あ、お母さんとお父さんと会いてよね。ポリンちゃん、ポロちゃん、ナイスしたよ。ありがとう。ありがとうね。ポロちゃん、ありがとうございます。ありがとう。数値はどうでしたか？数値なんてわかんないよ。なんか書いたのくれるんだけどさ、全然わかんない。自分で見てね。あの、説明してくれないのかな。ね。そうね。ハムちゃん、慎吾さんの買って来てくれた。レバー美味しそうだったね。そうね、うん、いっぱい食べたね。あ、あとはさ、種なしなんだっけ、プルーン。あれも体にいいって言うから、生協で買ってるんよ。ね、いいね。種なしプルーン、うん。いいよね。ありがとう。ありがとうね。じゃあ餅食ってみる。あ、イベント盛り上げたいさん。よせさん、病院お疲れ様。雨降り、足元大丈夫でしたか？あのね、雨降らなかった。運が良かったのかな、うん、曇りよ、うん、ありがとう。帰りも曇りだった。ありがとうございます。イベント盛り上げたいさ、金のメガホン、ありがとうございます。ありがとうね。あきちゃん、髪染めないんですか？若くなりますよ。うわーらーって、髪染められないよ。だって、自分でさ、頭とかせねえんだよ。でもね、あんまりこう、乱れてたから、
いくらかこういくらこう溶かしてみたん今日は、うん、溶かすまでがね言い直したっていうか割られちゃうからね。そうありがとう。あ染めないな。さわやかちゃん採血の絆創膏まだ貼ってるかしら。貼ってるわよここに、うん、ありがとう。あゆりちゃんよせいさん病院お疲れ様でしたってありがとう。ゆりちゃんナイスありがとうございます。ありがとうね。病院ってさ9時ごろ行っても見てもらうのはすごい遅いのね予約でもね、うん、だからね本当お昼にはなんなかったけどね、うん、11時近かったよね。それからずっと動きっぱなし私ね、うん、病院ってね大変ね待つ時間多いからね。ここ張ってるよほらね張ってるでしょ、うん、行くたんび採血よね血が少ないんだよね、うん、ありがとうゆりちゃんありがとうね。関わるえさんおーっとだんべよ悪いけんどってねおーっとよ、うんポロポロリンちゃん髪染めいでちゃんと着替えから始めないとね。そうなもうそんなあれじゃないね今少し良くならないと何もできない、うん、大変よ、うん、ねあポロちゃんね、うん、え医療者関係感謝してくださいねって、うん、ランちゃんよせいさん配信、難しいですね。アンチの対応泣く時ありますってそうなんだ、うん、ランちゃんランちゃんもやってるんですね配信難しいよねアンチね、うん、あ泣いちゃう、うん、私は泣かねえよ食ってかかるわよね泣いちゃうよね本当に苦しいな。あランちゃん頑張ってね頑張ってね。さわやかちゃん病院のお待ち時間にでも配信できたら退屈しない。そうなんだよねできないよね。ぜひ悪いさペットボトル何打っちゃわないよあの子打ち合わないあの子そうだよ言う通り、うん、言う通りだよ、うん、ポリンちゃん病院で配信ね、何どうじゃなんですよ病院でやらないわね。ヒンちゃんこんにちはこちら何お疲れ様ポチありがとうありがとうヒンちゃんありがとうありがとう。今日寝不足だよ寝不足ね寝不足になっちゃったくたびれんね、うん、また9時で行ってさ、遅いもんな、うん、疲れちゃった。餅はさ、うん、何もない時いいねこれね楽でね、うん、ランちゃん、ペリッド8月プレゼントしましたってありがとう宝石ねありがとうございますありがとうありがとうね。チーボさんアイテムパチパチありがとうございますありがとう。眠ってな今日睡眠不足だ眠くなるね食べるね、うん、うん餅おいしいね、ね餅おいしいよ、ね最高にうまい、ね何もないとき、餅があるといいね、ねバターで焼いてもおいしいよね、ね、うん、今日さ、行ったらさ、私の行ってるでデイサービスのね人に行き合った、うん、言ったんよ、うん、おばあちゃん連れてきてた、うん、入所してるおばあちゃんだよね多分ね、うん、
あったよ、ね、うん、ありがとうな、うん、ティーボちゃんアイテムありがとう、ありがとう、もち硬くなってるね、でも味、うん、おいしい、よかったね、うん、おいしいよ、ありがとう、もちって簡単でいいね、素晴らしいよこのうまさ、ああだからもちよく買っとくのよ、うん、おいしい、いちご製菓の、うん、もち、うん、高橋英樹さんがさ宣伝するよね、うん、コマーシャル美味しいね、うん、最高だね、うん、もちろん好きお父さん、うん、味の素と醤油でね味付けてね、うん、海苔巻くんがいいんだけどめんどくさいからねもうね、うん、美味しいよね、うん、ランチャー吉田さん見ると元気が出るから毎日配信してね、ありがとうございます、うん、毎日やってるよ、うん、いつもねありがとう、ありがとうね、ああこれで行くんちかまたね、うん、楽だよ、うん、出かけるせやないからね、そうね、うん、どっか行くっておっくうね、うんうん、あ、プーさん、ヨセさん、お疲れ様、いつもありがとう、ありがとうね、うん、行ってきたよ、うん、車椅子貸してくれるんよ、ね、あのね、自動車乗るんやったよ、ね、腰が歪んでるから大変よ、ね、ブーさん、めった、何食べてるなんて、うん、餅よ、餅、うん、ほら、ね、たこ焼きね、6本あったんです、6個、うん、おじいさんに3つ食われたから、あ、昼と、うん、朝と昼の分3つじゃ足んないから餅焼いたね、うん、足んないよね、3つじゃね、うん、味の素そんなやってみますってね、うん、味の素美味しいね、ほんとね、うん、おかずがね、うん、何もない時は納豆か、うん、あれ、うん、卵があればね、大丈夫だね。ね。ティーボちゃん、あくや、お食事を大事にしてたんだよね。うん。そうね、うん、大事にないと思って、うん、10時半に寝ちゃった。そうな。うん。そういうのはね、もうね、2位取れるっつんでね、やんなかったよ。体休めた。ね。ほいで12時ちょっと前にやったんよ。ね。うん。バタコさん、ヨセさん、最近食欲あるから貧血良くなってるんではないですか。そうだと思う。ね。うん。前はちっとも食欲なかった。うん。で、いつもね。うん。プーさん、武蔵の小金井、何前原町にいるよって、そうなの、うん、そうか、うん、なんだろう、お仕事かな、ね、お仕事、うん、小金井、私、東京わかんないよ、全然な、ん、土曜日、休みがないよって、
そうなの。独自大きいだよ。そうなの。すごいね。働き者だね。ね。すごいよ。今日本当眠ってるで困った今。本当ね、睡眠が取れてね。もちいいね。最高だよ。独自起き大変ね。5時間半寝てる私ね。7日のふわっちくんオパールをプレゼントした、ありがとう。10月オパールありがとう、ありがとうね、今度は指輪ね、みんなすごいね、ありがとうね、ふわっちくんありがとうね、オパールありがとう、ありがとうね。ひんちゃん、あいはら買い物には行けるんですか。あ、全然、管持ってるからおしっこね。信号がいる、腹の虫が鳴った今、腹減ったってね、買い物行けないよ。あらあら、よかったお父さんね、余分な用すぐ作っちゃう、困ったね、餅いいね、長持ちするでしょ、買うとね。昔はさ、ついた餅はうまいけどね、十分おいしいね。みゆちゃん、おばあちゃん来たよ、ありがとうございます、ありがとうね、最高だ、まんまちゃん、あこちゃん、ナイスをしたよ、ありがとうございます、まんまちゃん、ありがとう、みゆちゃん、どうこう、ありがとう、ありがとうね、あすかちゃん、いつもありがとう。よせさん、こんにちは、ナイス、行きましたってね、いつもありがとうね、あすかちゃん。みゆちゃん、お餅ってそう、ね、だからたこ焼き3つじゃ足らないよ、ね、だから自分でお餅焼いたいよ、ありがとうね、だって初めてだよ、今初めて食ってる、あ、朝から何も食ってない、ありがとうね、お餅美味しいね、ゆみちゃん、うちのばあちゃんよく食べてた、そうなん、お餅美味しいもんね、何もないとさ、すぐ焼けるしね、便利よ、だって醤油とさ、我が色が好きなのお砂糖だもんね、天さん、もちろんつまらせないようにね、ありがとうございます、ありがとう腹の虫が鳴いてるんだね、腹減ったってね、でも睡眠不足で、あすかちゃんありがとうね、よせさんね、お餅ってお餅よ、また腹の虫が鳴った、ありがとう、みゆちゃんもおばあちゃん、ゆふじゅーさんだよ、ほらどうやね、みゆちゃんのおばあちゃんすごいね、
今日は睡眠不足で困ったな。ああ食べた、今度たこ焼き、すごいね93、すごいね、りーちゃんナイスポチーっ、ありがとうりーちゃん、ありがとうございますね。眠ってんだよな、弱った寂しい。今度たこ焼きね、おじいさんに作ったからさ、私の3つになっちゃった。だから朝と昼からね、ありがとう、うまいね、最高だ、最高ね、みーちゃん何？93でおばあちゃん、もう歩けないんだけどねって、ほら、もうね、93、あ、みんなそうなっちゃうね、年取るとね、うまく歩けなくなっちゃうよね、ほら、でもすごいね、おばあちゃんね、93はすごいよね。うちの母親はさ、70で亡くなっちゃったよ、私よりね、あれだ、若かったね、70ね、相当お腹減ってる、グーグーグーなってる、おいしい、ありがとうちーぼちゃん、眠かった、無理せず休憩して、そうだよね、あ、りーちゃんナイスポチーって、ありがとうございます、ありがとうね、もうね、みゆちゃんもう歩けないけどねって、りーちゃんおばあちゃんも長生きしてねって、ありがとう、ありがとうね、でっかいダコが入ってるよ、ありがとうね、みゆちゃんたこ焼きいいねって、そうね、この世で焼くおえ何ないとお迎えに来ないみたいだって、そうなん、ヨセさんは言ってるって、イリさんまた迎え来ないね、そうだよね、眠くなったね、弱ったな、ありがとう、うまい、なんか目が覚めるようなもんあるかな、あゆみちゃんさあ、わいや9月よプレゼントした、ありがとうございます、サワイヤありがとう、
ありがとうね、いつも。キーボーさん、アイテムだ。ね、うん。お腹ずっと鳴ってる。ぐー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 。よくよくあるんだね。今日眠いな。ありがとうございます、ね、あと薬か。あ、おこといて、なんかさ、おばあちゃん眠そうだ。今日眠いな。昨日2時半寝た。ほんでさ、奥向かいが来たんべ。9時だ、9時。2時、3時半、4時半、5時半、6時半、7時半、8時半か。だから、1時間足んないか。眠気がね、まいったね。あー、ゆみちゃん、また遊びに来ますね。ありがとうね。おい。いっぱいになったって、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。またお仕事でしょ。そうだよね。ありがとうございます。ね。ありがとうね。ほんと眠ってな。眠気を覚ますって、どういうもの飲んだらいいんだろう。弱ったな。眠って、ありがとう、やっぱり人間睡眠大事だね。ありがとう、アディエさん、ロディエさん、こんばんは、こんにちは。病院どうでしたか。はい、あ、ね、血液だんだん良くなって、はい、チーボーさん、食べたら眠くなるね。お薬飲んでね。ありがとうございます。ありがとう。これもある。兄ちゃん、ほら、16時まで入るんじゃ。大ごとだ。ああ、って大ごとだよね。大ごとだよね。さわやかちゃん。みそだ。ああ、と。かないのって。みそ。みそだ。行かないのってなんだろう。さやかちゃん、今日はお仕事ない、夜勤じゃない、お家にいるね。何してんの、眠いよ。味噌、味噌、みんみんなんか肌とかないよね。みそみそだから、なんだろう。今日は有給取ってゴルフのプロテストを見てる。あ、そうなん、すごいね。コッコッコ、バカな俺。ありがとう京子ちゃん、おいしそう。おいしいよ。ひいごちゃん、みんな、だね。いう、気力覚えて、ドリンクだよって。そうなの。マケリンちゃん、よく、よせいさん、こんにちは。
診察忘れごお忘れねお疲れ様ってありがとう。マケリンちゃんありがとう、ありがとうね。ようこちゃんおいしそうだってね、うん、マケリンちゃんどこ見てもらった、うん、って気を取るよここの、うん、ねこれね、うん、血の検査よ、うん、血が増えてるかってね、そうだねね、うん、中のクリームさんかわいいってありがとうございます、ありがとうね。花子ちゃん、ゆうせいさんこんにちはっていつもありがとう、ありがとう、うんうん、ご夫婦ね、仲いいね、うん、いいわね、いつもありがとうね。今日は寒い、ちょっとね、うん、20度よ、埼玉、うん、ロコちゃん、落としたどうって、うん、落としたね、うん、中のクリームさん、ヨセさん眠そうだって、うん、ちょっと眠いね、うん、あのね8時間寝られなかった、うんね、9時に迎え来てくれたからね、うん、眠いよ確かにね、うん、こちらゆうさん、ゆうせいさんこんにちはってこんにちは、うんうん、おはよう、うん、マケリンちゃん今日はゆっくり寝てないんですよ、そうなのよ、うん、確かに、うん、ね、トップダンディーさん病院じゃなくて医師じゃなくて病院ですよってありがとう拾わないとネズミ食べるよって、そうだね、うん、みかんちゃんこんにちは、よしえさんってありがとうねごめんね、うん、今さなんか飲むかんね、うん、飲むね、うん、ありがとう、うん、おんぶさんこんにちは、ナイスでしたありがとう、ありがとうね、今飲むかんねちょっとしたことでね、うん、こうなるよ、医者でもこうなったんよ、うん、ありがとうゆりちゃん、お水分とってねってありがとうございます、ありがとうね、ダメね、医者でもゴン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 出て恥ずかしかった、あれ空っぽだね、あれ薬飲んでねえやな、あれたこ焼き食べたんで、そう、うん、おじいさん3つ食ったから、私3つじゃ足んないのよね、うん、だって朝も食べてない昼も食べてないもんね、だから持ち合いたんね、ありがとうね、そうね、ポップコーン咳出るん、そうなん、咳が出るから気をつけてって、ありがとう、薬まだ飲んでないよって、ありがとうね、えみかんちゃん餅って餅だよ、ありがとうね、待ってくれ、ポップコーン落っことしちゃってよ、なんか飲まないとダメだよな、ダメだよめったね、まあなんだね、みんな動かねえけど私一人で動いてる、いつも疲れちゃうね、本当だよ、みんな動かねえよどっちも、うん、だって会場来たって回さねえしさね、ペットボトルは片付けねえで、私が全部ほとんどやってんだよこれね、みんな楽だね、私なんかこう多いんだよな仕事が、なんでこんなに私ばあれ動くんかなって思うよ、睡眠も取らねえでさ、かわいそうでしょね、物を薬忘れないでって、ありがとう、ありがとうね、薬は飲んでねえよなまだな、ありがとうね、
カフェオレもね、えら飲まれちゃったよ、おじいさんに。あら、ねんだよ、もう。まったくでかいぐらい、いっぱい飲むんだもん。私、困らないな。眠くなるからコーヒー飲めばいいんだよな。コーヒー飲めば。眠いんだよな。睡眠とってねえからさ。参っちゃうよ。これじゃあ。ね。やっぱり睡眠大事だね。あ、ありがとう。よせさん、病院お疲れ様でした。ナイスポチー。すみさん、ありがとう。ありがとう。ゆうさん、カフェオレ、無理しないでね。ありがとう。斉藤さん、コーラーって、うん。中のクリームさん、寝た方がいいよってね。うん。もうね、眠いときは寝た方がいいよな。確かに。睡眠不足。まいったね。ああ、病院行ってもね、居眠りが出た。目つぶってた。待ってるの大変だもんね。病院がさ、待ってるのが大変よ。まったくね。人間はダメだね。睡眠取らないと。本当だよ。体力が。ね、参ってくるよ、確かに。慎吾さんみたいにさ、いつも何もしないんだったらさ、疲れねえよ、慎吾さんね。タクちゃん、酒飲まないから、カフェオレ、そう、飲み、おじいさん、そうそう、すげえ、でっかいグラス、すごい、ゆうちゃん、病院疲れるよね。うん、疲れる。待ってる間、お風呂を入れてもらえたり、お歌歌えたり、できたらいいのにねって、そうね、病院で。うん、そうだね。ミミちゃん、ピチャピチャってね。ピチャピチャよ、手が粘ってるから、ピチャピチャでもいいやよ、もうおばあちゃんだからいいんだよ。ありがとう。恐ろしいな、人間も。みかんちゃん、うちの唐揚げ食べてるよって。あ、そうなん、うちは唐揚げ食べてる。ほな、唐揚げいいね、たまにね。なおぴちゃん、病院お疲れ様でした。ありがとう、ありがとうね、ナイス一気分ねって。ありがとう、なっぴちゃん、ありがとうね、なっぴちゃん、ナイス、ありがとう。ちいぼちゃん、往復は来てもらえないのかなって。往復してくれる、無料でね、ありがたいね。親切でさ、すごい親切よ。ね、私一人だもん。みんな出してくれる。診察券から。送迎の人が。だから一人で行ってきて。慎吾来ないもん。ね。ちくりんちゃん、こんばんは。おばあちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。すみれさん、慎吾さん。寝てるのって、寝てるんかもね。そう、あの子のんきだからね。あれ生きてるってすごいね。帰ってきたら帰らばん来てるしさね、ようじゃね。ジュリーちゃん、ヨセさん、こんにちは。ナイス押しに来たって、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。うん、ね、困ったもんだね。うまいよ、ポップコーンね、忘れた頃、カフェオレね、うまいだよ、カフェオレうまいね、最高だよ。ありがとう。ね、あ、下心好き。
王様、こんにちは、ナイス出ました、ありがとうございます、ああ、ね、いつもありがとうございます、下心を、月王様ありがとう、ありがとう、ジュリーちゃん、うまい、うまいよ、うん、ポップコーンね、うん、爽やかちゃん、さすがにそのポップコーン何最後に、うん、最後かな、まだある、あと一つある、うん、あと一つ、うん、あるよね、10ぐらい、10袋買ってきたんだっけ、そうだよね、うん、ティーボちゃん、ヨシちゃん、リンゴさんと一緒にミスド買いに行く、うん、動画見た、うん、あ、そうなん、うん、ヨシさん、可愛かったよって、ありがとう、ありがとうね、うん、ミスド行ったんだ、うん、今行けねえからね、うん、よくならなくちゃね、うん、そうだね、ありがとうね、うん、私もどっか行ってやな、うん、病院とな、うん、デイサービスしか出られないしさ、うん、ね、うん、たまにはどっか美味しいもん食い行きたいね、そうだね、うん、本当ね、本当だよね、美味しいもん食いてえな、うん、でもうまいな、このポップコーン、うん、ヨセさんがね、うん、そうなんだ、それで YouTube に載ってるもん、ほんと、うん、行ったことあるね、確かね、うん、今日眠ってえな、本当に困ったな、うん、うん、ね、ありがとうございますね、もう2時50分、3時になるんだ、うん、今何やってる、うん、あそこは今あれか、デイサービスはね、時間でわかるよ、2時50分ってことは、まだカラオケやってるな。うん。あ、ほら、うん、もうお茶飲みだな。うん。3時だな、うん。もうカラオケ終わったな。うん、時間でわかるよ。ね。よせさん、しんごさん。ね。ゆみごんちゃん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、今日はさ20度あるんだよね、日がさっとあったかいけど、日が陰ると寒いね、やっぱりね、うん、はい、まあ、ありがとうね、歩いちゃん、こんにちは、昨日はよく眠れましたか、うん、姉ちゃんがさ、あれよ、2時半、ね、今日で8時に起きた、2時半、3時半、4時半、5時半、6時半、7時半、でも5時間30分寝てるんだよ、なんでこんな眠ってんだろう、おかしいね、病気のせいかか、ね、5時間半眠ればね、結構違うね、うん、うん、ルイちゃん、こんにちは、昨日はよく、うん、眠れたけど寝るが遅かったね、2時半、うん、うん、あれだよ、これ全部洗ったんだよ、私が、うん、鍋をね、うん、みんな私がね、ごにゃんじゃ眠いですよ、私は7時間寝ないとダメです、そうなん、うん、あね、私ね、うん、普通は8時間、うん、8時間よ、うん、ね、カイトちゃんこんにちは、ありがとう、ありがとうね、全く眠ってやな、うん、眠ってない、一番困るね、ね、うん、
困ったやな。なんか歌うたいは目が覚めるんだけど、なかなかね、これ飲むか目が覚めるよ。これ飲むと目が覚めるかな。うまいなこれ。カフェオレうまいね。そんなの食べるより規則正しい生活しなさい。一日短い。ヨナちゃん、シンゴ寝てるんじゃない？自分の部屋にいる。ね、アレナちゃんよって。ウルテさん、こんにちはって、こんにちは。今日寒いね。さっきまでは日が差してたけどね。なんだ役場だ。役場。こういう眠ったい時寝ると気持ちいいね。人間ね。こんにちは、レナちゃんよってね。京都も寒いかな。ね、本当に眠気がすげえ今日は。まいったな。あいちゃんな。何でも食ってりゃ目が覚めるんじゃない。ありがとう。アシンドウさん、ごくび出るって。この間ね、一匹見た。それっきり見てないよ。ね。炭入っていっちゃった。ブワーってね。そう。何？あ、ありがとう、シンドウさん。ごくび出るって。ナイスポチって。ありがとうね。ありがとう。何分の。塩分がこれ濃いの。本当。ゴロリンちゃん。塩分濃いこれ。本当。こんな濃くないんだな。なんか作ってもらえ。たこ焼き食ったんだけど。ね。たこ焼き食った。爽やかちゃん。シンゴもありがとう。たまちゃん、みんな寝てるよ。部屋で何よりだ。本当だね。平和だね、爽やかちゃんね。グーさん。病院行って来たというより病院行って来たんだろうって、はい、塩分糖分ですよこれが、塩分と医者行って来たって病院行って来たんだろうアホみたいなタイトルだってシンゴは書いてあるんだよ。私じゃねえ。アンチかもな。こういうことは、アンチじゃなきゃ言わねえよ。
こういうのね、アンチじゃなきゃ言わねえ。アンチじゃなきゃ言わねえ。普通の人は言わねえよ、こういうこと。ね、あれ手が押せない、タップにならなくなっちゃった。タップ、ありがとう。マカシさん、歴史すぎる。ポップコーンの食べ方っても。はあ、ジュリーちゃん、リンゴ。今日もリンゴくん、歴が来ないね。ね。さっきまでね、してた。夜がゴンゴン出るんだよ。ね。カロリーさん、うまそうだって。ありがとう。ビビちゃん、ヨセさん、こんにちは。ね。受けた。無理ね。例の人に行き合った。病院でね。なんか、おばあちゃん連れてきてた。ね。すごい食いたなーだなって。すごい食い方、食い方、眠ってねえ。うまい、うまいよ、カフェ俺がうまい、すごい食い方だって。そうだよ、うまいよ、みんなどうやって食べるの。マミちゃん、こんにちは、ありがとう、ありがとうね、マミちゃん。食い方じゃないよ、いい方だ。そうか、何言ったんだっけ、忘れたよ。また食い方笑うだんべ、これ。はあ、マミちゃん、ポップコーン大きいの方売ってんだよ。ほら、よかったね。コマちゃん、ヨセちゃん、カフェオレ飲んでるんですか、おしゃれですね。ありがとう。ナイス、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ポップコーン、大きいの売ってたよって。コマちゃん、ヨセちゃん、カフェオレ飲んでるんです。おじさん、カフェオレナイスって、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。美味しい、ありがとう。リスナーさん、皆さん、せめ何やめさせてください。菓子袋全部食べたって。何この人、アンチかい。水のプレゼンターさん、ポップコーン好きなのよ、妖精さんって。美味しいね、ありがとう。バブルバブル、ありがとうございます。ありがとうね。せいさん、よせいさん言ってない。あんたのこと、あげ息子のことだって。あ、そうなの。困った。よせいさん、持ち物、おしゃれだって。持ち物、なんだろう。よせいさんのお財布。もうおしゃれでしたよ。ね、あ、財布ね。そうそう。
夢見ちゃった。こまちゃん、わら、うわってね、こうやってくるとこぼれないよ、ね、最高だよ。うまいよ、うまい、うまい、うまい、うん、髪、お財布、おしゃれでした。ほら、あら、ふーってね、こまちゃん、はやもりさん、お財布でした。ね、笑うよね。なんか人間眠る時あるね、まっちゃんね、お姉さんさ眠いんだねってさ、うん、こまちゃん笑う、ダメだこりゃってダメだこれ、ありますねってね。ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう。あ、ゆきちゃん、お姉さんさ、うん、笑う、お姉さんすごいんだね、ありますよってまこちゃんね、ゆきちゃんナイスって、ありがとう、ありがとうね、78歳だから、よせさん、2個上だね。ほら、うん、76、77、そうだね。そんな年いってるん、ほんと。こまちゃん、ついに足りてないんだね。泣くって、そう。美香健一さん、そうなの。私より2つ上なんだ。ほんと。藤田明さん同じやで、うん、うん、まこちゃん、まこちゃんじゃない、こまちゃん、なんで意味が足りてないんですね、泣くって、そうよ、うん、うん、いや、うん、笑うって、うん、笑うね、眠たくてよ、どうしようもね、うん、
うまいよ、うん、もう終わりね、うん、これね、うん、ゆきちゃんありがとう、よせさん無理しないで、ありがとうね、ちょっと眠いな、うん、眠そうだよせさんってそう、せやけらと同じ服なんじゃないって、うん、せさんっていねえで、全部食った全部食って眠い、なんでこんな眠いの今日は、嫌になっちゃったな、うん、何を食えばな、うん、眠気が覚める、ひょうこちゃんポップコーン食べると私は何、うん、もう終わったよこれな、うん、終わった、うん、もういいや、うん、もうご飯の代わりになった、うんね、うん、まだくっついてる、うん、ゴミ入れに使うか、ゴミ入れね、ちょっと眠ったこと困ったな、こんな眠い時ねえもんな、皆さん目がいいけど食べないんでごめんな、あらこぼれちゃったわ、寒いわ、寒いね、薬飲むか、ありがとう、いいですね、いいですよね、でよっちゃん、お姉さんさいったんお休みでいるね、すぐか、はい、あおい、あれそこに梨屋あったんだよ、うん、あれ食べていい、梨ってどうだよ、梨なんかねえで、なんじゃそれ、梨じゃねえや、グレープフルーツじゃねえ、食ったっていいよ別に、半分に切ってくんじゃねえ、スプーンで違う、グレープフルーツか、切ろうか、ちょっと待ってねグレープフルーツだってよ、はいはい、そこへ取り行くよ今、
ちょっと待ってね、すごいよ、まあ、食ってもらえ、食ってもらえばいいね、なし食いたいって、なしじゃなくてね、おいしそうさん、グレープフルーツだよ、あれはお盆にあげたやつと13時、うん、まだの、うん、そうそう、そうなんだよ、おいしそうさん、うん、ねえ、なしじゃね、うん、おじいさんだってね、昨日お切り込み美味しかった、うん、美味しかったよ、あれ、うん、すごい、か、あのね、セブンイレブンだってよ、今ね、切ってやるからね、グレープフルーツだと思うんだ、あグレープフルーツだと思うんだけど、あれは多分ね、ほんと今日眠かったで、どうしてこんな眠い、おかしいね、どっこいせ、これ梨だとよ、どう見ても梨には見えませんね、ね、これ梨ですか、ね、おかしいね、これ梨に見えちゃうさ、梨に見えちゃう、おかしいね、よいしょ、今できてからや、飲むからよ、ずいぶん食がいいな、へっよいしょ、あーちがね、痛いのよ、どうしようもないよ、ありがとうございます、よいしょねえな、ありがとうございます、これ梨じゃねえよね、グレープフルーツでしょ、違う、グレープフルーツだよね、どう見たってね、グレープだよね、グレープフルーツ、これに、これに入れるか、これがいいな、ちょっと待ってね、洗っちゃうよこれな、ありがとう、ありがとうね、よいしょ、あー、しげてえな、グレープフルーツじゃないのよ、じゃね、梨じゃねえよね、どう見ても梨に見えたらおかしいよ、梨に見えたらおかしいね、これがね、ちょっと頭おかしいかな、梨じゃないわよね、どう見てもね、これ梨じゃないわよ、どう見ても梨に見えます、これ入れてやればいいよ、食欲いいな、私より食欲いいな、私そんな食欲ねえな、餅二つと三つだけどね、あれはなんだっけ、たこ焼き、よいしょ、わあ、すごいな、食がいいな、朝ごはんもちゃんと食べた、すげえな、私より食がいいな、すげえな、よいしょ、いけな足が、どっこいせー、ありがとうございます、ありがとうね、よいしょ、これグレープフルーツじゃないよね、梨じゃないよね、
なしだってよ。おいそうだ、はいからうまいもの食えってね。何違う、うまいもの食いたいべって、酸っぱいようなあいやね、なしに見えなく、なし見えないよな、なしだって、アレモンドさんありがとうございます。こちらバーガーにこうありがとうございます。ありがとうね、セイさん、よせグレープフルーツ食えよって。グレープフルーツやべこれ、違う、そうだよね、グレープってさ縦に切るんじゃねえ、横に切るんだよね、そうだよね、横でいいんだよね、こうだよね、切ってみる、食えるんかさ、お盆のだね、お盆にあげたんだよ、食えるかい、あ、食えるで、ほら見て、おいしそう、食える、お盆のだよ、お盆、すごいね、これスプーンでくんだよな、スプーンだよな、砂糖かけるんかい、どうすんだい、横に切ってグラノートをかける、そうだよね、グラノートかけるんだよね、さわやかちゃんね、ありがとう。あとスプーンがね、スプーンはさ、ザラザラのスプーンだよな多分な、ちょっと待ってね、グラノートをつけりゃうまいでな、ちょっと待ってよ、スプーンか、ギザギザのスプーンあるんだよな、あ、私が半分食うか、これお盆でやったん、蜂蜜もいいよ、そうなん、大きくて立派だねって、ほんとまっちゃんと思って食ったらすっぺってーってね、大磯さん、なし食って書いてね、これさ、あれがいるんだよな、スプーン、ギザギザのスプーンだね、ギザギザのスプーン、ここにあったような気がする、ちょっと待ってね、ギザギザのスプーン見つけるようじゃねえんだこれ、まいったな、この中にさギザギザのスプーンがあるんだけどめっけるんだよじゃねえな、まいったなこれ、これ違う、これか、あったあったよ、ギザギザのスプーンあった、よかった見つけて、よかったよ、ありがとうございますね、ありがとう、どこいぜって、ありがとうね、あったよグレープフルーツ、おじいさん、じいちゃんどうぞ、おじいさんどうぞ、全く食欲あんな、おじいさんな、えれい食欲だな、えれい食欲すげえなちょっとまだ、あの砂糖かけるんだって、かけていい、砂糖やな、はいよ、できたよ、砂糖かけていい、かけねえんだ、じゃあはいどうぞ、はいどうぞ、かけなくていいんだって、酸っぱいで、これあれだね、グレープフルーツだね、はいどうぞ、これ持ってきちゃダメだよ、俺が持ってるからそこまで待ってろってんだよ、これ分かる食い方、これギザギザだからこうやってこうやって、はいどうぞ、あ、分かってます、はいどうぞ、分かってるって食い方ね、大したもんだ、グラニュー糖いらねえんだってな、私が食うわ後でね、ありがとうね、私が食えばいいだんでな、あと半分私が食うわ、もったいねえもんな、ありがとう、
ありがとうね。ありがとうございますね。よいしょ。でもよかったな、食ってもらって。お盆だよ。8月だよ。8月さ、13日のあげたんだね。フルーツ。すごいね。悪くなってね。すごいね。すごいね。8月さ、すごいね。ありがとうございますね。すごいね。8月のが悪くなってね、つはすごいなと思う。ね。すごいや。8月、8月。こんなに持つんかい、グレープって。こんなに持つん。よいしょ。よいしょ。よかったでも食べて。食べてもらってさ、ね、食べてもらってよかったよ、無駄にしないで。これ梨に見えちゃ困るであんたね。梨じゃ困るな、私の梨じゃ困る、これ梨じゃ困るわよ。あ、困ったね、こんなもんが起こってきちゃったよ。いろいろあるからよ、参ったよ。やっと困ったもんだ、うん、困ったもんだよ。あ、慎吾さん入れてくんねえかな。どうもダメなんだよ、困ったな、俺にはできねえで困った、うん、いいか、慎吾さんにやってもらうか。しょうがねえからな、私できねえもん、無理だよこれ。いや、置いとここ置いときゃいいや、無理なことやんねえ方がいいな。そうだな、いっぺや置いたんだ、いろんなもんだな、うん、すげえよ、うちは、うん、料理あるからね、うん、いろんなもんな、パック取っとくんだよ。料理あるとき、のっけるもんねえべ、うん、困ったもんだな、うん、ねえ、ああ、ふんどし見てんのふんどし見てるよ。ありがとうございますね。さあ、じゃあ目が覚めたらいくらか、眠かったい、ありがとうございますね。ひでえもんだよ、なんでも。ありがとうございますね。ああ、ひでえもんだよ、うちは。すげえもんだよ、トドクロちゃんだよ、あんた。まったく余裕じゃねえな、主婦の方って余裕じゃないだろうね、みんなね。いろいろ洗濯したりさ、私はさ、そんなにやんないけど、主婦って余裕じゃないよね、確かに。私は、